悪魔メフィスト。で、こちらは宮本さん自身がディレクションした。これ友達のカメラマンに、はい、もうこの曲すごい好きで、あの悪魔メフィストっていう曲なんですけど、うん、これなんかこう、あの好きだったんで、あのビデオ撮ってくれっつって、それで撮ってもらったんですよね。タバコの吸い方からなんかタバコを吸えもう あんまり吸いたくないんですけど、あのジャケットとかもたまにやってもらうと、あのこのジャケットとかも、あのこれの時もこれ全然違う、あのこの時ジャケットこれ、あのこれも全部タバコ吸わされちゃって、あのこれもタバコ吸ってるし、あのあごめんなさい、全部これも裏まで吸ってるんですよ。これぼやかついてタバコ吸ってた全部タバコ。体タバコをなんか僕が吸ってるシーンに何かこうこだわりがあるカメラマンの人みたいですね。でこちらあの前半のエクストラの皆さんがいる中、まあ、歩く宮本さんがとても印象的な作品なんですけど、あの撮影はいかがでした？女性の監督というか森本さんがやってくれたんですけど、本当は一つで行きたかったって言ってたんですよね。こうずっとこう歩いてこうまっすぐ一つの人生をこれでこう表したいっていうことをずっと言ってましたね。であんまあの宮本さん、じゃあそこでその辺であのこれ捨ててくださいとかこう、うんうん、ここであの机ひっくり返してもいいですみたいな、あの机があるんですけど、そのバーンってやっちゃってくださいとか、最後にやっぱこう演奏シーンでこう終わってるっていうのがすごくこうあの前向きな感じがして、僕はこう好きなビデオなんですけどね。そこらに埋もれた光からない、立ち止まり見てみろよ。